エドムントがテオで、テオってやつがガンスレイブ…なんだっけ。ガンスレイブユニットの話ですか。あの対戦で活躍した戦略兵器型エクステンド。そう、戦略ですよ、戦略。その名の通り、それぞれ超高火力武器を搭載しているらしいんですけど、使用は極秘なんですよね。鋳造さんに頼んでも中見せてくれなくて。うるせえ。なこと聞いてねえよ。結局何の話だったのかしら。